分払う YouTube 猫です。ご無沙汰しております。〇〇さんに助けてほしいことがあります。実は休止中に記憶をなくしてしまって思い出すことができません。私ってどのような人でしたか？はどんな人だと思いますか？また私たちの関係性やエピソードも教えてください。ということで、ネタに走って偽造しても構いません。この DM 内容は配信に載せさせていただきます。ということで、まあね、さすがにね、まあそんなね、ネタに走って偽造しまくるみたいなことはね、まあハジマはみんなのこと信じてるからさ、ないと思ってるんだよね。ではお次、こちら、みなとアクアさんから。こんな人だよ、ダンシングパリピ。ヨーヨーみたいな絵文字ね。これは2020年の12月18日。なるほど、こういう、あ、こういう絵文字を使う人だったんだ。ってことはこれはもうパリピってことだよね。パリピってことだよね。アゲアゲ絵文字だよね。パリピーポーだよね。でもこんな絵文字を送るってことは、みなとアクアさんってパリピ仲間？こういう絵文字を送り合って会話してたんだよね、きっと。多分みなとアクアさんがなんかアクロバティックな感じの絵文字を表現して、それに対してハーチョマがダンスして返してみたいな。で、ディスコードのチャット欄で一緒に踊り合ってたみたいな。あ、しかもちょうどこの時期ってなんかあまり外出れなかったっけ。お互いね、そうやって家の中で本当は外出てパリピして遊んでダンスしてワイワイしたいけど絵文字で晴らしてたんだよ。そういうことだったんだ。間違いない、ウィーキーミナとアクアさん、絶対にウィーキーだ、ウィーキーだ。アイコンからしたらただただ可愛い女の子って感じで、ウェイ系にはあんま見えないけど、まあ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 。そしてウェイ系パリピ仲間のウェイ系いてくれたら嬉しいよ。あーちゃま、一緒にウェイウェイしよう。パリピ仲間のミナとアクアさん、なんだろうね、ウェイ系のあだ名ってなんだろうね。ウェイ系って何なんだろうね。ウェイミナトって感じかな。ウェイミナト、そういう感じなのかな。ヨーキャ、私はヨーキャ、私はヨーキャ、ヨーキャヨーキャ、私はヨーキャ、ジュクジュッドゥ、私はヨーキャ、ピーピッピッピッピー、私はヨーキャ、でも実は陰キャ。